There we go. Open the game back up. I don't even need this open. Close that. Let's go with Servi. Assault on the point of no return. I'm going with that one. We straight. I'm gonna keep these two. Oh, he on our team.
中は手を出すまい。史実データの破損を恐れたな。だが、これで奴に気づかれたね。もう落ちようっていうコロニーに、なんでこんなに敵が。状況が正しく認識されていない。強制的に割り込まされた無人。ミスターの影響も大きいようだ。確かにミッションデータ全体にものすごい負荷がかかってる。静止データにも影響が出るかもしれん。ブルーミッションに、うん、どうなるの今回のブレイク現象。連邦艦のサラミスがこんなところに着底を。コロニーの落下はもう止められんが、制御室からなら多少の軌道修正は可能だ。極炎のモビルスーツも何とか出てるのね。ジムとバンサモンかな。できる限り援護しなきゃ。了解した、レディー。ユこのミッションに負荷をかけるのも良くないのでな。支援を要請しろ。ステアーキュッ。Like, why the hell is the... Something is not right. Wow, really? Why the hell? I'm gonna say, damn, how long that little battle royal gonna be? First, I thought we was in the wrong space. その程度で我らを止める気か。こんなひよっ子どもにやらせはせんわ。これも人の怨念がなせる技。
電子操作された人間。違いなど些細なものであるはずだが、始まってしまえばもう止められんのだ。ブレーク現象も止まらない。クリオモビルアーマークラス。Destroyer, oh shit. GFAS-X1 Destroy Gundam. 地球連合の開発した広域殲滅用のモビルアーマー。元ザフトのテロリストの次は地球連合のエクステンデッド。投薬や外科手術、記憶改ざんによって戦闘能力に特化されたステーション。それってもう村雨さんと同じ強化人間。近くに死ぬのはいや。どうしたの？あ、ブロックワード。暴走を抑えるための暗示、制御コードが。彼女に与えられたワードは死。ダメ。だけど過度な調整の反動で彼女は逆にパニック状態に陥ってしまうんだよ。そんな不完全なシステムで人間を兵器に仕立てようなんて。制御コードが機能しないって。彼女を止める方法は破壊するしかないの。死と対極をなす言葉なんだ。つまり生きるってこと。でも私たちがここでできることはブレイクアウトさせるくらいしか。このミッション、やはり静止データまで破損している可能性がある。They just left. 気をつけることだ。パーメスマーキル、今回はありがとう。礼が早いんだ、レディング。俺自身、この後、どうなるかわからない。最初、何かデータを組み上げるとか言ってたように。今戻られても、もうコロニーが落ちるから、私たちもブレイクアウトするよ。アスランゼロ、帰還する。マーキュリー、ミノ姉さん、あいつ自分がプログラムしたミス。そうなんじゃないよ。待て、ユゴ、データ転送。もしかして真実を間違いないでしょうね。ハロー、キーボードを接続するからね。敵はまだ続けなきゃいけないけど、ハーネスが収集したデータを反映させる機体は調べなきゃいけない。さくら、 G ユニバースに登録されていて、かつどの歴史にもない機体を検索してくれる。ガンダムラトレイヤーがそうだけど、そういうやつのこと。でも前にも言った通り、私じゃデータベースが閲覧できないから詳細までは分からないよ。
閲覧申請が通らないならそれはそれで OK よ。つまり隠しておきたいということだから。なるほど、了解。やっておくね。よろしく。私は暗号解析を進めるから。これは忙しくなるわよ、ハロユド。面白くなってきたな、エディユド。And we got a chaos mission. Right.